今のところ一番怪しいのはやっぱりアサシンギルドのやつだよな。世を忍ぶ暗殺者集団、気をつけないとな。アサシンギルドってどんな人たちだろう。うちのお父さんより怖いのかな。そりゃもう勘違いに。ジョーちゃん声でかい。奴らに目つけられたら面倒だぞ。あ、ごめんなさい。奴らならこの先の裏通りで見かけたけど、近寄らない方がいいと思うぞ。ありがとう。この先だね。行ってみよう。トキ、油断しちゃダメだからね。慎重に探らないと。あれは。油断できないだけに。わい、いつか出世したら好きなだけ油断しながら高級牛丼食べたいっす。アサシンいた。あんた気づいた。この空腹感には気づかざるを得ないっす。違うわよ、この熱視線。嫌な予感。帰るっす。待ちなさい。ドキン。あなたたち、アサシンギルド、なの？なんか偽物っぽい。確かに。まあ、面と向かって何を？失礼っす！そう。じゃあ本物なら教えて。結婚式の襲撃計画のこと。どうしてそれを？知っているっす。やっぱり襲撃を企んでるのね。どうしてそれを。結婚式は絶対に怒らせない。やめないなら力ずくでだし止めるか。やってみればいいよ。私だってやってないだけに。やった。あんた本気じゃないの。ダキー姉さんを生きてますね。次はワイが相手っす。逃げるなら今のうちっすよ。それはこっちのセリフ。ワイは身がち。お腹ペコペコっす。そう簡単には負けないからね。そうだそうだ、みんなでついてるんだよな。やったー。前の夢はかなく散ったっす。やったね、トキ。ん？俺。待たせたな。トキ、
器みたいになってる。ひどいわ。ワイらこんなにか弱いのにす。命があるだけありがたいと思え。トキ、お前たち何の余興だ。朝一の特盛りステーキくらい手加減なしだったっす。ほう、貴様だな。私ではない。嘘つき。事実を正確に言ったまでだ。貴様、名を名乗れ。とわ。とわ。とわ？前にもそう言ってたけど。俺たちを敵に回すとは命知らずな奴だ。少しは戦いがいがありそうだな。ボス、やっちゃって。お前たち、行け。やられたっす。こうなったらもうボスしかいないっす。
一つ聞く。王家の結婚式襲撃、お前の計画か？なぜそれを知っている？俺は今までの二人とは違う。早やすく勝てるぞ。メイドの悩み、俺の名を教えてもらう。必要な。次から命あるうちに胸に刻む。俺の名は。俺はアサシンギルド主導。行こう。知っていることを話せ。知っていることなどない。何？おかしいと思わないか？王女の結婚式を襲撃するアサシンギルドの首領がこれほど簡単にやられるなんて。確かに。お前何を言っている？俺たちはアサシンギルドじゃない。俺たちはアサシンギルド同好会だ。は？同好会？アサシン、それは影をまとい冷酷に標的の息の根を止める闇の暗殺者。そんなテーマのもと俺たちは。というか僕たちはかっこいいアサシンになりたいな、なれたらいいなって思ってるだけの、ただそれだけの仲良し3人組なんです。はぁ、あ、本物のアサシンギルドとは別物っす。同好会だけに。正直本気で戦うなんてびっくりだった。死ぬかと思った。お前は襲撃計画を知っていると言った。そりゃその方がそれっぽいから。アサシンっぽいでしょ。大体何聞かれてもそう答えてるっす。なぜそれを知っているってね。こいつら。で、君たちは何同好会？それとも部活的な感じ？息の根を止めてやる。待って、本物のアサシンギルドのことを教えるから。だってよくわかんないけど君困ってるんでしょ。できることがあるなら力になるよ。
本当か？本物のアサシンギルドの方々はカムザを取り巻く島を拠点にしてるんだね。情報は確かよ。私たちアサシン同好会だけに月刊アサシンファンに載ってたっす。そんなのあんのか。虚言ならばただでは置かないからな。大丈夫、本当だから。本当本当。で、最後に一つだけいいかな。俺をここまで追い詰めるとはな。今夜は眠れそうにない。ぐわお前、僕まだ何もしてないのに。ねえ、今の僕かなりアサシンっぽくなかった？かなりぽかったわ。むしろアサシンだったっす。じゃあ定食でも食べて帰ろうか。なこむな、ガボン。痛い、すごい力。やめて、お願いやめて。大山だ、大山。トアなんて名乗ってるの？もしかしてトキって。いやいやいや、まさかね。ビコードのやつ、絶対にいつか仕返ししてやる。でもそれより、トアって一体どういうことなんだ？エンダも気になってるんだろうな。ねえ、トアって言ってたよね。お？ああ、トアって何？実はな。あ、トアじゃないですの。レイジョ、久しぶりだな。レイジョは何か知ってるのか？それで？どういうこと？気になる。気になりますわね。実は、トキと私、トアは一つの体に息づく別々の魂だ。トキちゃんとトアちゃん、二つの魂があるということですか？ああ、デュアルソウルと呼ばれる現象だ。物心がついた頃にはすでに二つの魂が同居していた。ずいぶん小さい頃からですわね。知ってたの？私はただの大金持ちですけれど、子供の頃から一緒でしたから、昔はよく急にトアが出てきたりしていましたわね。ああ、ウェディやエンダと出会った頃には、私は表に出ないようになっていた。どうして隠れていたのですか？二人とも表に出ると面倒がある。例えば、男子から好意を寄せられた時、どちらが好かれたのか混乱しますでしょ？なるほど。出てきたの？それはわからない。だが、これまでの知識や情報はトキと私の間で全て共有している。おそらくな。
なんだかドレイクちゃんも驚いているようですね。なんじゃその話は！うおお！この表情、お腹空いてるだけじゃないですの？あ、じゃあ妖精さんがくれたベロリン虫を。違う！腹減ってんじゃない！僕の奥さんはトキだと思ってたのに、同じ体にトアもいるってことだよね。トキは優しいけど、トアは僕を尻に敷くどころじゃなくて、お尻で僕をペシャンコロペラペラにしそうな感じが。それでもトキと結婚するってことは、トアとも結婚するってことだよね。これ僕どうなっちゃうってこと？ドレイクちゃん、一体何を考えているのです？いろ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 。ねえ、トアは結婚のことどう思ってるの？確かに、トキがずっと表に出てたんだよね。結婚は二人で決めたの？まあ二人で？でも歯切れが悪いな。いずれにせよ、結婚式の襲撃を阻止したいことに変わりはない。みんな、これからよろしく頼む。うん、こちらこそ。ビコードという男によると、アサシンギルドの連中はカムザの周りの島を根城にしているらしい。そこを探りに行く。私、アサシンギルドはグラニュー島にいるという噂を聞きましたわ。あれからみんなでアサシンギルドのことを調べたんですの。すまないな。私はお砂糖にいると聞きました。角砂糖にもいるかもだって。行かれるならくれぐれも気をつけてくださいね。結婚したらトアのお尻に敷かれちゃうのかな。ドレイク。ん？トキの体に私も存在しているとカヤツが知ったらどう思うだろうな。え？私のことは受け入れない。そう考えるのは道理か。カヤツは私に会ったことすらない。トア、私は違うのにな。男だぞ。そうだそうだ、そこもかっこよかったな。
そ。もし角砂糖にビコード様がいたら後で話聞かせてね。さあドレイク、今日こそ一緒にお風呂へ入りますわよ。え？悪いなレイジャー、入れてやってくれるか。お任せになって。私ドレイクと一緒に泡風呂に入りたいと思っておりましたの。ああ、泡風呂にございますか。それはどんなことになるか想像するだけで頭に血が。わわ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 わ。悪いレジョ、今泡の元を切らしている。あわわ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 。興奮のあまり。ちょうどいいですわ。この状態のドレイクをお風呂に入れれば泡風呂に。それはやめていただきたく。とわもお風呂ですっきりさっぱりしてからグラニュー糖に行くのですわよ。式に襲われると占い師に言われたこと、お父様やお母様には話すつもりはない。巻物が言ってるだけなんですから言う必要ありませんわよ。それにお父様もお母様も上心配性ですしね。そうなんだ。ああ、それに今は他国へ行っている。ご両親に言わないのはいいとして、お金はありますの？ないが、なんとかなるだろう。とは、王女様なのにお金ないの？小遣い制だからな。そうだったんだ。お砂糖にお小遣いでも落ちていればいいのですけれどね。